数学教育協議会とは、1五十一年四月に発足した数学教育に関する民間教育研究団体。略称は数教教。その目的は、当時の生活単元学習の数学教育によって、児童の計算力の低下や、論理的思考の意欲低下が生じていることに、危機感を覚えた数学者たちが、生活単元学習に代わる新しい数学教育を、 打ち立てることであった。その研究過程で1958年に水道方式と名付けられた計算指導の理論を生み出し、数学教育の現代化を主張して、指導要領や教科書を批判しつつ、楽しい数学の実践的研究活動を展開した。1950から1960年代の数教教の理論、実践への取り組みは、他教科、他団体にも、 大きな影響を与え、21世紀にも研究対象となっている。数学者の遠山慶は、ある日長女が持ってきた算数のテスト成績がひどく、悪いのを知って授業参観したところ当時行われていた生活単元学習に大きな疑問を抱いた。演算は東京理科大学の数学教育の研究会に出席するようになり、そこで知り合った黒田隆夫と、 山崎三郎と共に生活単元学習を打ち倒すための新しい会を作ることにした。東山らは当時著名だった数学者、小倉金之助の後押しを依頼し、1951年4月16日に第1回の研究会を行った。研究会の場所には、円山の東京工業大学の研究室と、香取義則の成形中学、 シーナ・雄校長の同和中学校が使われ、月2回の会合が行われた。1951年の秋に、全国組織にするために、要校の作成に取り掛かり、数学教育協議会設立趣旨が作られた。その基礎委員は、小倉金之助、奥野民男、香取義則、黒田隆夫、遠山慶、中谷太郎、山崎三郎の7名の数学者や教師たちであった。 冒頭には、我々は、日本の独立を達成し、国民の生活を高め豊かにしていくことを念願する、ものであると述べられ、今日の数学教育は破局に瀕している。児童の計算力は2年低下しているとして、その最大の原因は、生活単元学習と呼ばれる、学習形態にあると断じている。当時の日本は敗戦後のアメリカ占領下にあり、アメリカによって導入された。 生活単元学習を批判することは、占領政策批判と取られる恐れがあったので、文章には苦心したという。数教教の名が初めて月刊雑誌に載ったのは、教育1952年5月号の数学教育座談会の記事だった。この座談会で、国立教育研究所の久保俊一によって、 疑う余地のない算数の学力低下が明らかにされ、数教教の主張が裏付けられた。当初の会員は十数名で、徹底的に内部討論が行われたという。生活単元学習に正面切って反対したため、激しい批判にさらされた。1952年8月に、機関紙研究と実践がガリバンスリ14ページで発行された。 この機関紙は1956年1月の129号まで発行された。1953年に第1回の全国大会が厚生大学で行われて、要項草案が可決されて、研究会としての形が整った。1955年2月から新しい機関紙、数学教室が発行され、批判から実践へと研究が変化していった。 数学教室は2020年現在も発行が続いている。1957年の第5回大会では数学教育の近代化が議論され、小学校での比例、中学校での論証、高校での微積分が論点となった。小学校の比例では量の指導体系が作られ、中学校では図形教育の体系づくりが行われた。 高校の微積分では関数概念が検討された。生活単元学習の衰退とともに研究会の主体は学者グループから現場の教師に移っていった。会の設立趣旨にある現場の教育活動に基礎を置く研究と実践を通じて正しい数学教育の建設に努力するという体制が実現した。若い教師が積極的に参加するようになり、 全国的なサークル活動が盛んになり、地方ブロックの大会も行われるようになった。また1958年には小学校の計算入門のための計算体系の理論、水道方式が提唱され、文部省とそれを支持する学者と激しく対立するようになった。1958年の第6回大会以後、 量こそが数学の出発点であるとして明治以来戦前までの国定教科書の数え主義を否定した。その量の概念からタイルを使うクライドリのシステムと筆算による計算システムの理論である水道方式が生まれた。1959年には戦前の国定教科書の暗記主義を主導してきた人々との対立が激しくなり、協議会の外では 元国定教科書編集者の塩野直道と遠山慶が激しい論争を繰り広げた。1962年に遠山慶と対立していた福井委員長の横地清をはじめとする29名が声明を出して数教教を脱退し数学教育実践研究会を作った。脱退事件によって数教教内部の対立は取り除かれ、また会の設立目的だった。 生活単元学習の排除が実現したので、新しい数学教育協議会指標が作られた。指標は1963年の第11回大会で提案され、1965年の第13回大会で最終決定された。第1項には、憲法と教育基本法を貫く平和と民主主義の教育を実現することを目指すと謳われ、運動形態として、 第四項に強い団結力を持つ有機的な集団でなければならないことや会員の総意を尊重する自由闘技の雰囲気と自由闘技の上で決定された方針はあくまで守っていくことを会員に求めている。発足時に10名ほどだった参加者は1964年の第10回大会では700人近い人数となった。その後は研究の重点は 教育内容から授業の方法へと移動していった。その中で、タイル、水槽、ブラックボックス、空き箱などの教具が生み出された。1972年8月の大会で、東山は楽しい学校を作ろうというタイトルで講演。これが数教教が楽しい授業を実践していく契機になったと言われる。翌年の大会でも、数学の楽しさとはというタイトルで講演が行われ。 1977年には仮設実験授業の提唱者、板倉清信らによる楽しい授業というパネル講演を行われた。一方で問題解決型要素を持たせた実践も数教教において1970年代以降に実施されている。数学教育国際会議に対して数教教は1984年8月にオーストラリアで開催された I 組 -5 の 参加ツアーを、1988年7月には、ハンガリーで開催されたアイクミーマイナス6の参加ツアーを、1992年8月にはカナダで開催されたアイクミーマイナス7の参加ツアーを、1996年7月には、スペイン開催のアイクミーマイナス8参加ツアーを実施していた。二千年にアイクミーマイナスが日本で開催された際には、 数協協も共産団体として貢献した。アイクミーマイナス8では数協協から約20名ほどの参加があったが、アイクミーマイナス10以降は開催時期が7月の授業、期間中になったこともあり、2004年開催のアイクミーマイナス10への数協協会員の参加者は5名に落ち込んでしまう。しかし2012年に韓国で開催されたアイクミーマイナス12には10名の 数教協会員が参加し、野町直文は体験型の数学カーニバルという企画で授業立体パズルを出展し、黒田敏郎が塩が教える幾何学の模擬授業を実施した。一方で1993年には数教競争率40周年記念として日本評論者から算数数学なぜなぜ辞典が刊行され、翌年には 算数、数学納得辞典も刊行された。これらは韓国語版も出版されている。2002年にも創立50周年として、家庭の算数、数学百科を同社から刊行した。同年、北海道地区数学教育協議会と、算数プリント編集委員会の協調で、算数楽しい学習プリント3年から21世紀版が、 共同文化社から刊行されており、本書では、ものとその重さの学習の一部を小学校3年次で学習可能との研究結果が記されている。2009年には、宮城教育大学の本田忠勝が、数教教の1950から1960年代に展開した理論や実践を、バジル・バーンステインの学校知識論で分析した、博士論文を、 一橋大学に提出している。2012年には算数数学つまずき時点が創立60周年記念として刊行された。同書には小学校の各学年の算数で生徒がつまずく事項及び中学、高校のそれぞれの数学でつまずく事項が抽出されている。それまでの数学教育理念は理論イコール形式主義と感覚イコール経験主義の 間で揺れ動いていてた生活単元学習は経験主義の最も前面に出た授業形態だったが、数教教は1958年の第6回大会で演算が初めて量の体系を基礎にして経験世界から量の法則性を顕在化させることを通して形式主義と経験主義の矛盾を乗り越えて数学を教えることを提唱した。黒板に貼れるよう、 マグネットシートでできている教師用タイル小数と分数のタイル ZPDNS のマルチベース算術積み木。数教教のタイルと同時期に算数教育の現代化を担ったが、その考え方や特徴には相違点がある。数の重心構造においてタイルという可視的であるということと同時に抽象的機能の担い手にもなる教具の導入に新規軸をもたらした。 タイルは、教具としてといった特徴があり、ZPDNS のマルチベース算術積み器といった類似品に対して優位性を持っているとされる。なお、数教教によるタイルを用いた教科内容も、DNS の MAB を用いたものも、どちらも数学教育の現代化と言われたが、その実質には概念内容の違いに起因する相違があったという。銀。 林博史の助力を得て演算が提唱した水道方式と呼ばれる計算体系は1959年以来学校の授業で実践され驚異的な成果を上げたその内容は水道方式による計算体系でまとめられたまた数教教の小学校教諭岡田進は水道方式の原理に基づく漢字教育に発展させその成果は これなら楽しくできる漢字の教え方、量と水道方式の発想によるにまとめられている。1959年の第7回大会で演算は認識の微視的発展、認識の挙手的発展、現代数学を打ち出し、数学、数学教育、数学的認識論の結合による一貫カリキュラムへの展望を確立した。数教教は量、集合、 論理、空間、図形を五本柱として構造化、統合を行い、数学教育の系統的なカリキュラムを形成した。1962年以降の水道方式ブームで、文部省の圧力が高まり、二度の指導要領改定を、陛下手が、反権威、反権力的姿勢は揺るがなかった。1968年以降、円山は、八王子用語学校の教師と協力して、 知的障害の子供の数学教育の取り組みと教科教育可能性を実証した。手や指による操作を通して算数を認識させようとした。演算は1974年から軽井沢の別荘で8月に数学の苦手な中学生を集めて数学を教える演算塾を開いた。そこでは数教教の研究成果を用いて正の数と負の数をトランプゲーム 赤と黒を用いて教えたり、連立方程式ではマッチ箱を用いた赤箱と白箱を使った数当てゲーム、セータ面体では折り紙、関数では滑車を使った実験を用いて中学生に楽しく数学を教えることに成功した。数教教ではゲームを開発して楽しく数学を教えることが有効であることを実証した。数学的問題解決の図式は銀。 林博史により整理されたもので、現実、数学、解、解決を対応づけたものである。現実を、定式化により、数学に落とし込み、技法によって、解を導く。解は、解釈によって、解決に至り、現実から解決への行動が対応づけられる。銀輪の著書、人間行動から見た数学に図が掲載されている。 数教教ホームページによる数学教育協議会には東京の事務局の他にの11地区の数教教があり、それぞれに事務局、事務局長が置かれている。それ以外に全国委員も置かれており、毎年8月に3日間の全国大会が開かれている。また、全国の各地でサークル活動も行われている。初期のガリバンズリの機関紙は研究と実践であった。 会員数の増加とともに、活字出版物の月刊雑誌が機関誌となった。創刊は1955年2月で新評論者が出版した。1956年の8月号から国土社に移った。2015年に国土社が民事再生手続きを申し立て一時休刊するが、2016年4月号に復刊。2019年4月号から、 明美書房発行に移り現在に至る。数学教育協議会の代表的なテキストとしてが知られており、これは検定用教科書、みんなの算数が前進と言われる。また、も出版されており、数教教の研究成果の集大成としてが挙げられている。さらに1991年から1998年にかけて数教教の編集による、 数学教室別冊シリーズが国土社から発行された。また国土社からは2009年にも数教教と小林道正の編集によって活用力アップ。子供が喜ぶ算数活動が1年生向けから6年生向けまでの6冊が刊行されている。さらに2013年には数教教と伊藤純一の編集によりも出版された。一方で 日本評論者からは、といった書籍が数教教の共同編集で出版されている。遠山慶也銀、林博以外の数教教会員の著作として、といった著作もある。ありがとうございます。